どうも、ソバルです。バトルフィールド5やっていこうと思います。今回使う戦車はバレンタイン戦車で、もちろん紐状爆薬付き。今回このマップ、デバステーションならではの立ち回りで勝利を収めていこうと思います。こういう入り組んでるマップだとね、歩兵ばっか狙ってると全然出くわさず、車載動画ーっていうオチで終わっちゃうんで、がっつりと戦車狙っていきます、今日は。まだロング来てるわ、ロング。ロングにめっちゃ歩兵来てる。こいつは倒そう。Dポイントには行かせない。これパッと見敵の戦車は来てないね。歩兵だけって感じか。うわー、スモークたかれた。これちょっとまずいね。ここね、一気に詰められて一つばかりされるの怖いんで、一旦ちょっと C ポイントにぶちかますか。あ、いや、C ポイント取ってるわ。ああ、じゃあ大丈夫だ。今回味方めっちゃ優秀やん。じゃあ俺は一旦このロングだけを集中的に抑えますか。てか敵の戦車一体どこ行った。これ B ポイント行った可能性あるの、敵の戦車。このロングだけは一旦抑えようか。味方が C ポイント取ってる間に抑えるところはしっかりと抑えていく。この裏いるっしょ。お、やっぱりだから、オッケーオッケー、ナイス爆風。味方 D ポイント取られ出してるから、もしかしたらこれ D ポイントに戦車行った可能性もあるな。最初ロング見た時戦車影一つ見えていなかったんだが、んー、どこ行ったんだろうこれ。ん、あそこいんのか。すげえな、がっつりイモポジにいたね。これ D ポイントに戦車プラス歩兵が行ったら一旦下がるか。右側の修理場にいないことを祈る。あ、いない。え、どこだ敵の戦車。これもしかして B ポイント側行ったか。 D ポイントただ単に歩兵が取りに行ったって感じか。こうなってくると D ポイント自分だけで取るの難しいんで、 A ポイントに流れてそのまま B ポイント行くのもありかもしれんな。あ、銃座が抜かれてしまった。これどこだ。どこかしらにスナイパーがいる。あ、いた。おい、分隊もしてるんだが。まだそこにいたんだね。これいい、あ、戦車いた、戦車いた、正面戦車。いい側にやっぱいたか。これ裏取っちゃってそのままぶちかますか、紐状。やばい、ちょっと待って、ルート見せてる、ルート見せてる。これこっち左側から行こう。安全なルートで行こう。ぐるーって回って、できる。 OK、 倒した。よし、このまま後ろつこっか。バレてないし、まだ。いや、バレてる。もうこれかますわ、紐状爆薬。 OK。 やっぱりこの兵器はやめらんね。こいつなしじゃ連合軍の戦車乗れません。ちょっと一回下がろうか。さすがにこれ調子乗りすぎたかも。拠点からは出ます。半月前ぐらいはね、戦車も拠点に絡めようっていう意見の人が多かったんだけど、最近ね、一つ爆雷っていう近距離突撃型爆弾が増えたことによって拠点に戦車が居づらくなりました。あいつらのせいで俺らは入れない。だってぶつかってきたら50減るんだぜ。しかも狭いところに有利だから、一つ爆雷って。もうね、戦車が拠点に入る意味は一切ない。それだったら外周ぐるぐる回って歩兵倒したり、戦車をぶっ倒した。おお、参る参る。オッケーオッケー、倒した倒した。これじゃあ、え、こいつらどっから流れてきたんだ。まあ、要するにこういう外周の敵とか戦車を倒していくのが戦車は今いい立ち回りですよっていうこと。拠点にいる戦車ほどカモなもんねえからな。もうただでさえダイナマイトでやりやすいし。さて、 CD 間に一瞬戦車の影がさっき見えたから、ちょっと向かってみよっか。いやー、でもこれ E ポイントも取られ出してるのか。いや、もうね、俺が戦車使うとき毎回こうなるんだよね。なぜかね、裏の拠点がいつも取られてる。一応抑えるところしっかりと抑えてるつもりなんだけど、どうしても入り組んでるマップが故に裏取りされまくる。裏取りされた時の戦車の居心地悪いんだよな。なんかいつの間にか後ろいられてダイナマイト仕掛けたり、特に一つ爆雷とか離体無力化とかされて動けなくなっちゃうっていうことがあるんで、できる限り裏は取られてほしくない。ただ裏取りされてるってことはその分 GG ってことだから、まあこのゲームは長引くでしょう。あー、いたね、今一瞬だが隙の糸が見えたぞ。まだあの遠上で持ってんのか、あいつら。おい、倒した。おお、 B コンも破壊した、 B コンも破壊した。ってことはもうこれ分けないっしょ、さすがに。ん、まだいる。うわー、地雷か、ここに来て。だから先にあいつらをやる。おい、ワンカット。おい、ツーカット。もうあいつらはここで分けない。分隊全滅させました。定期的に見に来るか。なんかあそこでずーっとスナイパーに抜かれてる輩が多すぎる。あそこは俺の餌場とする。ん、まだいるな。いた。あー、クソ、逃したか。待ってね、それ蘇生できるか。
一旦俺が壁になるか。あ、いた、こいつだな。さっきから MG42 で暴れてるやつ発見したわ。いいポイントに戦車いるやん。速攻で向かいます。私、戦車破壊するために生まれてます。隠密行動していこう。バレずに近づいて速攻紐状爆薬で撃つ。いいポイント全滅してんな。これ歩兵多そうじゃねえか。大丈夫、さすがに歩兵数人相手はきついかも。いるね、一当て。おお、いいね、34ダメ入った。これそのままゴリ押されるか。いけそうだね。 OK、 破壊した破壊した。だがまだ E ポイント多い。そっか、で半分以下になって、ちょっと紐状爆薬撃って下の敵倒すわ。ああ、でもいない。これさ、もしかして E ポイントの裏側でリスポーン代わりになってるやついるんじゃねえか。ビーコン人間がいる可能性がある。半分になったし、できれば味方どんどん入ってきてほしいが。どこだ、そっちか。おい、倒した。だがまだいる。今隠れたな。あ、それは味方か。これじゃああとはその裏側だね。この裏側にいる。ちょちょ、引っかかってる引っかかってる。この裏側にいるね。あ、やったか。ナイスナイス。いいね、裏取り阻止したことによってうまく前線が構築されてる。よし、みんな行くぞ。どんどん行こう、どんどん。一旦 C ポイントを経由して前線を構築せよ。俺一回 B ポイントで補給しに行くわ。そして B ポイントから来る敵を抑えるっていうのもありかもな。さっきからずっと B 側から裏取りしてるため、もしかしたら戦車湧いてきたら B 側ぐるーって回ってきて鉢合わせになる可能性はある。その前に俺がこの補給所を取っておこう。ここ取られるとちょっとめんどくさいからね。このロングを半永久的に見るだけのバイト、時給は安い。あ、来てるね。ちょっと引かせよう。行っちゃって。いや、外したか。これちょっとうろちょろしないと。いいところ当てられると一気に不利になるから。さて、相手難しいでしょう。お、これ近づいてきた。こういう時は紐状爆薬。おげ、破壊した。今 BF5 で一強の戦車って、俺バレンタイン紐状爆薬説を提唱しているんだが、他にね、これに並ぶ対戦車能力と対歩兵能力を持ってる戦車がない気がするんだよね。バランスが取れてて一番使いやすい戦車と思ってる。しかも初期の戦車だしね。デフォルトの戦車で一強、ある程度加速度があるっていうところもプラスポイントになってくるから、やはりティーガーだとちょっと弱いかなって最近感じてしまう。ロマンもあるし威力も高いんだけど、爆撃機で無に返されるんで、それだと萎えちゃうから、こそのバレンタイン戦車か、もしくはまあドイツだったら4号戦車。やはりあの辺りが戦車選びにおいては無難かな。今これ味方 C ポイント取られてるから、俺ガツイとちょっとここでクラスター爆弾やつ、クラスター爆弾。やばい、ミスった。やばい、間違えた、最悪。ちょっと待って、乗せてお願い、お願い。危ない。よかった、よかった、敵がフリーガーファーストで。いやー、マジで今のは完全に俺のミスだ。 PC 変えてからキー配置変えるの忘れてた。前の PC だったらね、 E ポイントを別のキーにして P キーを俺ね、降りるにしてるのよ。そうするとね、誤射してまず降りることがないからこそキー配置を変えてたんだが、 PC 変えてから変えてませんでした。路角チャンス入るとこだった。さて、 C ポイント向かいますか。なんか結構拮抗してるがため、俺が神の一手をぶちかます。もう一度クラスター爆弾チャレンジをさせてほしい。あ、なんか湧いてきたこいつ。めっちゃ運悪いやついたわ。そこリスポーン地点なんだね。あ、いるいるいる、まだいるのか。なんかこの辺りなんかうろちょろしてんね。お、いいね、 C 長の戦車を破壊したっぽい。さあ、じゃあここから構えますか。まずこの坂道入ってで、ここで紐状爆薬を撃つ。これがクラスター爆弾だ。さあ、どうだ。 OKOKOK。 いいね、3キル。これがやりたかった。これね、 B ポイントまた取られ始めてるから、俺があの例のロングを抑えなくちゃいけないという作業芸が始まるよ。本当は味方と共に A ポイントに行きたいんだが、自分の中でのルールが決まっちゃってるから、そのルールに自分が縛られてる。戦車はロングを抑えて戦車を倒せという俺の中のルールがある。本当はもっと自由にいろいろ試したいんだけど、すでに決まってしまってるルールに俺は従ってるわ。いろんなことしたいんだけどね。やばい、来てる。ちょっと待って、射角足りん。あー、そこで側面かよ。まずいな、逃がしたか。だけど CB 間確かハリネズミがあったから通れないと思うんだよね。マップを見る感じ、車が止まっ
ってるから、まあ、どっかで潜んでそうだけどね。まだ渡ってないよな。あ、渡ってないか。あ、いた。多分こいつかな、車乗ってるやつは。早いところ味方に B ポイントを取らせて俺も A ポイントに行きたいわ。ん？あ、正面いる。はあ？すげえところで湧いてる。まずい。あぶねえ。ありがとう、後ろにいてくれて。頼む。B ポイントはさすがに俺入るのはきついべ。入りたくもねえわ。一つ爆雷にやられるのが一番イラ来るからな。そのイラを避けるためには拠点に入らないのが一番ベスト。やばい、来てる。おい、倒した。いや、まだいるな。は？後ろ？いやー、そっから湧いてきてんのか。もうちょっと外周から見とけばよかったな、これ。やられるかもしれない、さすがに。お、一人はやった。だが、あとは。いやー、正面にも来てる。まずいぞ、これ。あぶねえ。なんとか倒したが、これ一回スモーク隊で修理しようか。やばい、左来てる、左。ナイス！感謝。芋スナイパーに感謝。お前のおかげで俺の命が取り留められた。あ、なんか来てる。いや、もうこれさ、俺今日予想かなり当たってるよ。このロング来るんじゃないかなってずっと抑えてるけど、戦車と輸送車両を破壊しまくってるよ、このロングで。今日の俺は勘が鋭い。このまま味方前線に合流しようか。ちょっと遅くなって申し訳ない。今からソバルト A ポイントに向かいます。A ポイント、これなんでやられてんだ、こんなにも。列車上か。おい、2キル？結構いたな。あ、まだいる、まだいる。おい、倒した。おい、こいつら序盤に建物にいたやつらだろ。まだ懲りずに建物の上から撃ってやがる。 A ポイントの味方、あいつらにスナイピングされてるかもな、ずっと。まあ今ので A ポイントは取りやすくなったんじゃないでしょうか。あ、戦車いる。じゃあ、でまずいね、これ。いやー、最悪。ひも状外した。だからまだ3発残ってる。ここで決める。 OK、 破壊した、破壊した。よかった、残しといて。敵のスモークを使おう。ここで俺は修理を行う。お、 D ポイント戦車いんね。俺これさ、 C ポイント取らずに強行突破しよう。 D ポイントに直行だ。こんなん知らん、 C ポイントなんて。その右の敵もね、無視無視、そいつ無視。このまま D ポイント向かうぞ。残り16チケット、間に合うかな。戦車破壊したい。残り1台ぐらいは破壊しておきてえな。最短ルートで行く。俺破壊されてもいいや。ここに地雷仕掛けてあっても強行突破するわ。いやー、めっちゃ D ポイント味方やられてる。10人ぐらい敵いるんじゃねえか、これ。正面、正面、正面。じゃあそいつはやろう。お、やったか。さあ、これどの辺りだ。スモークだらけで場所がわからん。いた、正面いる、正面。ここに一つを飛ばす。一つじゃない、気持ちよだ。いや、そんな入んなかった、マジか。いや、これ間に合うか、破壊。残り2チケット。 OK、 破壊した、破壊した。よかった、間に合った。ということで GG、 お疲れ様でした。抑えるところは抑えて、詰めるところは詰めるという戦車の立ち回りでした。ということでお疲れ様でした。バイバイ。